はい、ホワイトベース教習所の二宮翔平です。はい、毎回ですね、教習に詰まっている人のためにですね、使えるチートじゃないや、図でもない、はい、まあ、やり方を誠心誠意教えているですね、架空の教習所なんですけども、今日はですね、身長が150センチぐらいの人がですね、まあ、バイク乗った時に、リアブレーキを使うとですね、まあ、足が届きづらいというところから、まあ、右側に重心が傾いてしまって、停止の時に右足がついてしまうと。で、それを教官によく注意される。発進後は右足地面についてはいけませんと言われてしまうということなんですけども、まずこれは教習における非常に特殊な状況です。通常ですね、路上を走るのにあたってですね、右足つかないということはまずないですし、右足ついたとしても違反取られることはないですので、これ未だになんでだかよくわかんないんですけど、こういう作法なんですね。はい、なのでその時だけできればいいというふうに僕は考えております。はい、で、あと卒検の時なんですけども、右足は1回つくまでは1回は減点の対象じゃないらしいですね。はい、1回までは不利、2回目以降で減点取られるはずなんですけど、で、あと急制動では大丈夫です。ついたとしても大丈夫です。はい、で、あと、結局卒検クリアできるかどうかっていう話の部分にちょっと持っていきたいんですけども、結論から言うとですね、フロントブレーキしか使わなかったとしても、急制動以外だとリアブレーキ全く使わなくても卒検自体クリアできます。はい、減点対象にならないです。リアブレーキ全く使わなかったとしても、これは面白いですね。はい、で、あと、まあ、実際力が入っちゃうとは言っても全く届かないわけじゃないと思うんですね。で、リアブレーキってこう踏むと遊びがあって、当たりがあってグッて効くと思うんですけども、この遊びの部分でももうテールランプ光ってますんで、まあ、で、後ろ使ってるかどうか気になるっていう場合はですね、軽くちょっと当ててやるぐらいでもいいと思います。はい、っていう感じかな。はい、で、あとどうしてもその右にその力が入っちゃうこと自体をなんとかしたい。確かにステップ荷重って言ってですね、ブレーキングの時に足にステップにギュッて力を入れるとですね、このようにバイクってこう右側に力が入ってる方に傾く挙動になります。逆に左側のステップを踏むと左に傾く挙動になります。もちろんタンクを挟んでいる足もそうですけど、膝でこう押してやっても左右に傾くようになります。シートもそうですね、シート荷重かけてやってもやっぱり右左っていうふうに傾くようになります。はい、で、ちなみに右足力が入りすぎなんだと思います。ブレーキをかける挙動というのはこういう挙動なので、こういう動きじゃないんですね。こういう風にはならないです。つま先で本当軽く踏むだけでブレーキかかりますので、はい、おそらくはまあちょっと力が入りすぎちゃってるのかなと思います。で、どうしてもその癖が抜けない、まあ、癖って厄介なもんですからね、どうしてもその止まるときに右側に足つくようになってしまう、ね、どうしてもこう右行っちゃうっていうときはですね、逆にその体をですね、あらかじめちょっと左側にオフセットさせておきましょう。ちょっとで気持ちでいいです、ね、気持ちオフセット、はい、正面から撮ろうかな。これが中心です。気持ちオフセットここです。はい、なんか変わりました。でもここの真ん中からね、この縫い目のところちょっとずれて、こんくらいしかずれてないんですけども、これだけずらしとくだけで、この状態から右側にこう重心かかってパタっていくのは結構難しくなります。はい、なので走っていて、まあ、必ず確実に左足だけつくっていうのは意外と難しいです。意外とバイク乗ってる人でもできなかったりとかしますので、それに関しては、まあ、止まるときにちょっと左側にずらしておくか、あとはなんていうのかな、もうすでに止まるときに左側に傾いているのが一番そのやりやすいと思うんですけども、そういうときはね、止まるときにちょっとこう左ハンドルをこう切る、ウィーンちょっとこう切ると絶対こっち側に倒れますから、はい、逆やっちゃダメですよ。はい、で、多分ね、踏んでるだけじゃなくて、ちょっと重心がこっちに寄っちゃう癖があるんじゃないかな。バイクってこう見てる方に行きますので、どうしても右側に行ってしょうがないっていうんだったら、止まるときにこう左側に行きましょうね。左側、はい、左側に行きましょう。はい、そうすれば左側見てるのに右に倒れることはあんまりないです。はい、いろいろ試してみてください。はい、
というわけで、いかがでございましょうか。これと同型のバイクを使ってらっしゃると思いますけれども、非常に素直ないい子ですので、あなたが思った通り動いてくれると思います。頑張ってください。はい、リクエスト以下のアドレスから募集いたしておりますので、お待ちいたしております。ホワイトベース教習所の二宮翔平でした。ありがとうございます。